体幹式祝典更新曲は、ビョートルチャイコフスキーが1883年に作曲した還元楽のための更新曲。日本語訳題は単に体幹式更新曲とされる場合もある。演奏時間は約5分。アレクサンドル3世、1886年が1883年5月に、挙行されたロシア皇帝アレクサンドル3世の体幹式のために作曲された。 機械音楽であり、同年3月、パリで完成した。1866年に、アレクサンドル3世の成婚を記念して作曲した、デンマーク国歌による、祝天序曲と同様に、この曲でもロシア帝国国歌、神よツつーリを守りたまえと、デンマーク王室歌、クリスチャン王は高き小柱の傍らに立ち手を引用している。同時進行で、大幹式祝天カンタータ。 モスクワも作曲されている。初演は、セルゲータネイエフの式により、モスクワで行われ、ユルゲンソン社より楽譜が出版された。木管楽器ピッコロ、フルートに、オーボエに、コーラングレ、クラリネットに、ファゴットに、金管楽器ホルニオン、コルネットに、トランペットに、トロンボーン3、チューバダ楽器ティンパに、トライアングル、スネアドラム、バスドラム、シンバルゲン楽器ゲン5部に蝶々。 三部形式。第一部冒頭から管弦楽の全合奏で力強い主題が奏される。勢いを維持したまま短い接続部を経て中間部に入る。中間部は弦楽器で流麗なメロディが奏でられ、徐々に盛り上がり、金管楽器にロシア帝国国家、神よツつーリを守りたまえの一節が現れた後、そのまま第三部に入り、曲冒頭の主題が再び奏される。もう一度。 ロシア帝国国家を改装した後、競争で終わる、1891年のアメリカ合衆国のカーネギーホールのコケラ落としでは、チャイコフスキー本人の指揮によって本曲が演奏された、ソチオリンピック開会式のオリンピック期運搬中、ソ連時代は曲名は単に祝典更新曲とされ、ロシア帝国国家が登場する部分は省略されて、演奏、録音されていた。ソ連崩壊後は、 ロシア連邦共和国大統領就任式で、新大統領が式場であるクレムリンのゲオルギー・ヒロマ、アレクサンドロフの間とアンドレーエフの間に入場するときに演奏される。他に2014年のソチオリンピック開会式での、いつわ運搬、閉会式でのロシアの国旗運搬のときに、更進曲として演奏された。ドナル・ヘナハン、ミュージック、カーネ・ギーホール、s 9 0 t h d a y t h ニューヨークタイムズ、https、w w w n e t i m e s c o m 1981-05-06、アーツ、ミュージックカーネギー・ホール S ・ナイバースデー、HTML ・ゲンナジー・ロジェストベンスキー式、モスクワ放送公共楽団による録音など、ありがとうございます。